値上げラッシュの月とも言われる今年の10月、民間の調査会社帝国データバンクによりますと、食品の値上げは大手195社の合計で2911品目と1年ぶりに1000品目を超え、今年一番の多さとなりました。品目では酒類・飲料が最多で、菓子については半数がチョコ関連となっています。また10月の電気・ガス料金も政府による補助金の縮小により全国的に値上げとなりました。中部電力ミライズと静岡ガスによりますと、一般的な家庭での1ヶ月あたりの料金では電気料金が400円ほど、ガス料金が200円ほど値上げとなります。その値上げの波は公共交通機関にも。地図鉄バスですが、10月から運賃を改定したということです。静岡市などで路線バスを運行する地図鉄ジャストラインは、運転士不足に伴う賃上げや物価高に伴う燃料費の高騰もあり、安定的な路線バス事業を継続するため今月から運賃を改定。初乗り運賃は一部区間を除き片道200円となり、平均で 16.8% 値上げしました。いやー、ちょっと病院行くもんで、これって3ヶ月に1回ぐらいしか利用しないんです。しょうがないよね。私が定期券で通勤してるんで、それほどは困っていないんですけれども、でもまた新しく定期券を作るときに高くなるのは嫌だなと。値上がり値上がりばっかりで、給料は全然上がらずにですね、ちょっと困っちゃうなと。地図鉄ジャストラインによりますと、運賃改定は1997年6月以来で27年ぶりだということです。相次ぐ値上げに街の人は、やっぱり油とか買った時に前と値段違ったり、お米もすごい高くなったなとは感じますね。ただ今子供が外に出てるので、あんまり食料品たくさん買うことがないので、できるだけあるもので間に合わせるようにしてますけど、月末自分の、家計簿とか見ると、あれ食費が 10% 近く上がってるのかなっていうのを、その場その場だと分かんないんですけど、なんか気づいた時にあって思ったりしますね。ありとあらゆる物の値段が上がる中、ついには郵便料金も値上げに。これまで郵便局で取り扱っていたこちら63円のハガキですが、10月から85円と22円値上がりしました。静岡中央郵便局によりますと、これまで消費税が増税された都度、消費税分の値上げはされていたということですが、今月からはがきが63円から85円に、封筒は重量区分を統合して一律 50g までとなり、84円94円だったのが110円に値上がりしました。全体の値上げ率の平均はおよそ3割。これほど大きく値上げしたのは1994年以来およそ30年ぶりのことだといいます。昨今のデジタル化の進展などにより、郵便部数は2001年度をピークに大きく、減少しています。そういった中で人件費、燃料費などの上昇、営業費用の増加等が見込まれる中ですね、引き続き今後ともですね、郵便サービスの安定的な提供を維持していくために、郵便料金の引き上げをですね、今回 お願いせざるを得ない状況というところでございます。この値上げで懸念されるのが年賀状離れです。年賀はがきを出す場合、例えば100枚購入すると1枚あたり22円値上げとなったことから、これまでよりも2200円出費がかさむことになります。今年の年賀状とかは、枚数少なくなります。やっぱちょっと値段を気になりますね。今までどうでしょう、100通出してたのが7、80に減らさなあかんかなと思ったりしますね。初
正月に年賀状とかって送られます、はい、あでもそうですね、今までちょっと送ってたりはしてたんですけど、なんかここまで上がってくるとなんかそれこそメールとか LINE とかで済ませるでもいいのかなっていうふうにはやっぱり感じている部分はあります。はい、年賀状離れの加速に歯止めをかけようと日本郵便は新商品を発表。コンビニエンスストアなどで使えるデジタルギフトや食品などを受け取れる二次元コード付きの年賀はがきを11月から新たに発売します。年々減少していることは事実ですし、現状維持だけではなくて常にこう新しい挑戦といいますか、こう新しい価値をこう考えていくということは必要だというふうに思っておりますので、年賀状離れの懸念は印刷サービスを提供する会社にも広がっています。で場合によっては半減する可能性もあるかもしれないなというふうに受け止めています。こちらの会社では年賀状などの印刷サービスが売上のおよそ6割を占め、リピート客については早めの予約といった条件で最大7割引きとするなど、なんとか顧客をつなぎ止めようとしていますが、おそらくあと5年もすればほとんど年賀市場っていうのはなくなるんじゃないかなっていうふうに考えてますので、今それに代替する事業を頑張って育成しているところですけれども。一方で売上を伸ばした商品もあります。それが年賀状じまいを伝えるスタンプ。この会社は去年試しにスタンプのネット販売を始めましたが、予想を大きく上回るおよそ1000個売り上げ、今年は2種類から6種類に増やしたといいます。商売上ありがたいですけども、まあでもこれずっと続くわけじゃないので、まあ一時的なものだとは思ってますけど。値上げの波は日本の風物詩にも影響を与えています。